略字。略字とは漢字について、本来の字体から、天や画を省略したもの、あるいはある文字に代わって用いられる字格を省略した文字のことである。一部の略字は、GISX-0213 やユニコードに登録されている。現在の日本では、おおむね以下の意味に用いられる。略字と似たような、使われ方をする言葉に、俗字がある。俗字は、 世間で通用するが正確ではない字体の文字であり、正式に通用しない文字を指すこともあるが、緩和時点では正当とされている文字に対する異体字を指して言う。手書きなどで用いられるが、正式な文書では用いられない略字は、古くから書き文字として用いられている歴史のあるものから、比較的近年発生したと考えられるアルファベットを、用いて1分を置き換えたものまで様々である。 実例は、次節参照。このような略字は、くずし字と同様、日本漢字能力検定の採点の対象にならないなど正式な日本の漢字としては認められていない部分がある。また、義務教育では略字を学ばせないことや応援化により、手書きの文字に触れる機会が少なくなったことから、現代人の間では、略字が定着しているとは言えなくなっている。 機械彫刻のように細かい文字が表記できない場合や、看板のように細かいと遠くからの視認性が悪い場合に略字が用いられる。JIS には JISZ8906 の機械彫刻用標準書体で略字が規定されている。一方、パソコンの縮小表示や携帯電話などの小型携帯端末における表示に用いられる。非常に小さいサイズのフォントで、 少ないドットを持って、文字を表すための一つの手段として簡略された字型が用いられることも多い。特に、門構えの文字などは、画数も多く複雑であるため、などと略されることが検討されてきた。JISZ8903 に規定がある。いわゆる、拡張新自体は、表外漢字に新自体に習った簡略化。例えば、儀、示せしし、国く」国。 口や押し、口やなどを行った事態である。表外漢字については、東洋漢字や常用漢字では何ら定めがなかったが2000年の国語審議回答審、表外漢字あ座代表において、主として後期時点に準拠した事態が印刷標準事態とされることから、印刷事態における拡張審事態の利用は固有名詞以外では今後、淘汰されていくものと考えられる。 この拡張信自体の一種である、朝日文字は2007年1月に廃止された。2004年の人名用漢字追加の際も、表外漢字や座体表にあるものは、一部の例外を、除き印刷標準自体の字型で追加され、基本的に、政治体で追加される形となった。しかし、その数年後に政治体で追加された字の一つである、と、イノールの拡張信自体の、 党を使いたいという訴えがあり、裁判となり、実質第一水準であるため平常平位だという、判決が下り費用を認め人名用漢字に追加されるということがあった。また、これとは別に、総の略体に基づく遺体あざ、総、渡るの旧事態、いよいよ党はいずれも人名用漢字に追加されている。なお、表外漢字あざ表は、あくまで印刷体の標準を定めるものであり、 筆記にかかる事態を定めるものではない。表外漢字を対象とする日本漢字能力検定の準一級以上の試験、二級以下試験では、常用漢字のみが対象となるでは、いわゆる拡張新字体を用いて回答することが認められている。日本のナンバープレートにおいては以前、愛媛県の愛媛の字を崩した略字により表示していた。当時は、 鉄板製であり錆びてしまうので、水はけを良くするための独自の略字である。なお、2003年10月以降に発行されたものは、愛媛の字を普通の書体で表示している。日本のナンバープレートには、滋賀県の、滋賀の、茂の、の部分で、U、地の三、六角目の点が省略されているのも見られる。JISZ8903 では、標準の字型をこの略字型で表現している。 1963年の名神高速道路の開通に合わせ誕生し、ドライバーの視認性を高めるよう工夫されていたかつて、高速道路の本と書体では、文字の画数が大胆に省略されていた。その特徴について下記に記述する、上記の例11の、等と、とは、政治と略字というよりは全く別の文字である。従って、これらの関係は、 政治と略字というより、正式用法と代用という関係にあたると思える。上記の例級の、量も同様の可能性がある、は、老の略字と見る者も,もいる。小学校の国語の教科書では、年齢を、年齢、年齢の、零々歳を、零々歳と表記しているが、例は、弱いの略字ではなく、歳も、歳の略字ではない。弱い、例、歳。 歳はそれぞれ独立した別個の漢字であって、互いに政治と略字という関係にあるわけではない。弱い、歳は常用漢字ではあっても小学校家庭での教育漢字ではないので教えないが、非常に使用頻度の高い字であるので、混ぜかけを避けるべく弱いを、例、歳を歳で代用しているのである。従って中学校で弱い、年を習った後は例、 蔡は使うべきではないのだが、画数が少ないため略字のような使い方、いわゆる教育あざ代用による俗用をされている。また、蔡に、都市、都瀬の人命用字訓、政府推奨が与えられている。宮城県塩釜市の、へっついを、拡張新自体のかまど、塩釜市や、同じ、釜と読む代用自体のかま、塩釜市に、福岡県か谷郡の、かすを、 同じカスと読む代用自体のカス、カスヤ群に変えて使用されていることがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。